虫対策をしてきたつもりなんですが、やはり虫が寄ってきてますね。まあ虫を気にしていたら山には入れないんですけど、虫だらけです。やっぱり汗をかくので虫が寄ってきますね。まあ気にしないで歩くしかない。山でもそうなるでしょう。ただ山に生息するいろんな花や草木を撮影していきたいと思ってます。今日は、テストも兼ねて来ておりますので、どれぐらい似たような状況に自分が置かれるかっていうのを意識しながらやってきてますですね。やはり虫がすごいですよ。思ってた以上に虫の嵐です。いつもなら一眼で撮影します。今日は一眼なしで GoPro のテストを兼ねてます。これだけ自由にできるのは人がいないからであります。とはいえ虫はひどい。
夕日がすごく綺麗ですね。撮り方を変えてみます。首のセッティングした GoPro を思い切り左にずらしました。右手に手持ち GoPro、 左手には、大雪山をおそらく見ているであろう GoPro というような構成です。GoPro に関しては設定をカメラが曲がっても水平を保つ設定にしてますので、おそらくどのような角度になってもある程度耐えれるようになってるんじゃないかと思いますが、どうでしょうかね。さて一度止めたいと思います。 GoPro ビデオストップ。